どうも、りょうへいです。お願いします。はい、引き続き、ラガーズのグローブ紹介なんですけれども、で今日はね、僕の幼馴染なんかもね、来てくれているので、みんなの、グローブを元々紹介していこうと思います。それではやっていきます。それでは、お願いします。こんにちは。はい、僕ね、少年野球からの一緒のね、小中一緒で、今でも遊んだりとかして、ね、で同じチームでやってる、下早くんですね。なかなか珍しい名前なんで、ね。そうだ。珍しいね。小1からずっとやっているので去年もずっとね、キャッチボールしたりとか長いね、はい、してる彼なんですけど、そのグローブをちょっとまずドーンと出していただいて、これはグローバルエリートのオーダーですか？そうですね、はいはいはい、ね、これ結構前から使ってますよね。そうですね、5年前ぐらい。うん、大学の草野球あ、そうそうそうに作ったんだよね。これは特徴とかって何かあります？特徴とかはショートなんで、はいはい、取りやすいようにポケットちょっと自分はちょっと深めがいいんで、かなりウェブ下の方にねポケットがあるんで、しっかりとで丸いからガッチリと掴むようなポケットするんで、ガッチリ掴んで、はいはいはい、あとはまあ動きやすいようにちょっと小さめの感じで、なるほどなるほど、オーダーしました。ウェブは坂本選手が使ってたウェブと一緒なんだけど、多分これあれか、別に坂本選手モデルではないじゃない、ちょっと小さめのやつ。ああ、じゃあ水野でサイズ8ぐらいなの。こんぐらいのやつ。なるほどなるほど。でこれカラーリングが黒と緑、黒と緑で、紐がレースが白、白ちょっと、はいはいはい、黒くなっちゃってる。まあまあまあ、ね、そこはね白いのは仕方ないから逆閉じになってて、深いけれども広くも使えるって言って、そう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 。なんかこだわりとかっていうのは？こだわりは動きやすいようにしてもらって、あ、片付けを頼んだんだ。じゃあ、片付け自分でやったの。へー、まあ、これがいいなと思って。刺繍にね、刺繍に感謝と、やっぱり感謝だね、うん、気持ちは大切だからね。やっぱ軽いね、グローバルエリートって。そう、うん、そう、軽いやつだよね、グローバルエリート。そうそう、昔ちゃんとちょっと見えづらいかもしれないけど、ここにスペシャルオーダーって入ってる。そうそうそう、そうオーダーっていうのがしっかりと分かるグローバルエリート。もうこれも5年前から、そっか、あ、5年前だからシリコンなのか。シリコン。今はねちょっと糸っぽい感じでグローバルエリート、ああ違くなってるよね。 うん、なってるけど、なかなか懐かしいシリコンラベルのグローバルエリートになってます。貴重な、貴重なやつ、はい、じゃあね、磨こうね、ちゃんと。まあ最悪時間あれば俺磨いとくから。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ2人目は今度はラガーズの先輩に来ていただきました、岡崎さんです。お願いします。あ、どうも、お願いします。はい、僕のオアシス。そんなことない。いやいや、いつも和ませていただいて、すごい優しい先輩です。岡崎さんなんですけれども、僕と一緒でキャッチャーをね、そうですね、たまにだけど、二人ともたまになんだけど、ラガーズとでやってるので、で別チームでやってる時は普通にキャッチャーやってるので、ちょっとキャッチャーミット持ってきてもらって。2種類で、はい、こちらのねキャッチャーミットちょっとご紹介させていただけるということだったので、こっちがプロステータス、森選手型になるのかなのキャッチャーミットと、こっちが、ね、見たことない配色、こちらがネオステータスのキャッチャーミット。2つともね同じような型番だけどちょっと違うんですよね。ただちょっと違う、うん、若干ネオステータスの方がウェブが小さめかな。そうですね、ちょっとなんか一個一個こだわりなんかをご紹介いただいて、こだわり先にこちらの方から。そうだね、まあどっちかっていうとやっぱりしっかり強い球をしっかり込めたいっていうので、うん、こういうプロステータスでちょっと生地が厚めというか、はい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 、丈夫っていう形で、まあ、頑丈な硬いミットっていうやつ、うん、でジェットのミットって深いですもんね。そうだね、どっちかっていうとあの深くあのピッチャーの球を取りたいっていう感じで、しっかり取りたいっていうので、そうですね、あの受けてもらうときは一切ミットが落ちないんで。そんな全然そんな、なんで。で、あれですか、これはいつ頃購入されたんですか？買ったのは去年の冬ぐらいかな。そうですね、1年ぐらい前ですよね、うん、買ったときにうわ買ってるーっつって、そうそうそう、すぐにザキさんのところに行った気がするっていう。うわ、ちょっと見せてくださいよっつってやってるよね。見てですよね。ではまだ硬いですか？まだもうちょっとまだ時間かかるかなと思いますね。じゃあ続いてちょっとこっちのミットの方に。そうですね、こっちの方はネオステータスで、買った時期はこっちの方が先、うん、先かな。でこっちの方があのちょっと小ぶりで、あの操作性もいいので、どっちかっていうとあのショートバウンドとか、うん、そういうのはこっちの方が取りやすいかな。ブロッキングとか送球取るとか、うん、っていうのはこっちの方が向いてるかなっていう、うん、ちょっといいですか、お借りしても、はい、これね、あ、確かに小ぶりですよ。でこれプロモデルとかですか？うん、でもね既製品で売ってたのがあったので。へえ、こんなネオンステータス既製品で売ってるんだ。これどこで買われました？ほんとね、川越の時は。あ、なるほどね。で、どっちのミットにも言えることなんですけど、 Z ってキャッチャーミットの指カバーが独特なんですよね。そうだね、これもなんですけど、ここまで広がってるんですよ、指カバーが。なんでこのミットのズレが起きない、人差し指のっていうのがあるので、
これもね、頑張りが出てるなっていう企業努力が出てるなっていう感じですね。なるほど、ちょっとはめてもいいですか。どうぞどうぞ。ありがとうございます。あー、はい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 。ザキさんはここを曲げないんですね。そうそう、あんまり曲げない。じゃあめちゃくちゃ深くって感じですよね、使い方的には。へー。基本的には両方ともピッチャーの投げたともしっかり深くところで取りたい。曲げるとここがやっぱね、曲がる分包み込みはできるんだけど奥行きが出ないっていうあるからっていうのとね、広く見えるからピッチャーとしてもすごい的がちょっと大きく見えるかなっていうような感じです。さすが気遣いができる、気遣いだらけの男。ピッチャーはね、まず投げやすいのってのが大事だ。もうね、ザキさん大好き。まあ皆さんもこういう珍しいグローブだったりとかザ王道とかもね、どっちがいいかななんていうのがあったらぜひちょっとコメント欄に教えてもらえればなと思います。すいません、ありがとうございます。はい、どうも。はい、ということでね、今ちょっとまだ試合中なので、もし今後取れたらどんどんみんなのグローブ他にも取っていければなと思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。